リサさんほんとすごいんですよ。いきなりどうしたんだよ。さあさあさあ、今回は光菜が大好きすぎるアーティスト、リサさんについてめっちゃ紹介しちゃいますよ。もはやゲーム実況チャンネルの枠を超えてきたな。あ、そうそう、チャンネル登録者数6万人突破ありがとうございます。この動画作成時点ではまだ超えてないんだけどな。まあまあ、せっかく6万人という人に強制的に動画の通知が送れるようになったので、今回は光菜の乏しい語彙力と情熱で、この動画を見てる人に、リサさんの魅力と凄さをたくさん紹介して、リサ注力関係をたくさん作っちゃうんだからね。超自己中な様子での使い方だな。でも光菜は、6、7月あたりにリサさんにハマっていこう。どんどん登録者数を増やして今の状態になってきたから、多分いいことなんだろうな。そうそう、じゃあまずは、どんぐらいリサさんって人気があるのか、からいくよ。はい、というわけでリサさんがどんぐらいすごいのかいくよ。日本語下手くそかよ。これじゃあ全然説明になってないぜ。あらやだ、じゃあもうちょっと具体的に行くね。まず、タイアップの相手がすごい。ほんとアニメ界のトップ人気クラスの作品のオープニングや、エンディングをたくさん歌ってるんですよね。確かに有名どころばっかだよな。うん、例えば、フェイトゼロ、ソードアートオンライン、魔法科高校の劣等生、ニセ恋などなどだね。そしてですよ、発売されている CD の大半が、ほぼオリコントップ10に入ってます。もはや入らない時が珍しいぐらいだよな。そうなんですよ。これで画面の前の君たちも凄さがわかったかな？え、なになに？どうせアニメ人気のおかげで売れてんだろだって？ちっちっち、甘いよ甘いよ。サブなしで女神降臨に挑むぐらい甘ちゃんだね。その表現わかりにくすぎるんだが。まあ確かに、アニメの人気ももちろんあるとは思うんですが、リサさん自体の人気も凄まじいんですよ。例えば、アーティストさんって日本武道館でライブしたらすごいってなりますよね。でもね、リサさん今年の1月に日本武道館で、ツーレイズでライブしてますからね。なんか自分のことみたいに自慢してるな。それにそれにですよ、幕張メッセって知ってますか？あの東京ゲームショーだったりと、超大規模イベントやるところなんですが、リサさん今年の年末に、そのちょうどでかい幕張メッセで、ワンマンライブやっちゃいますよ。しかも3万人ぐらい入る的な会場なのに、もうすでにチケットはすべてソールドアウト。いやー、ほんとすごいですね。これでうっすらとどんだけすごいのかがわかったと思うので、今度はなんでこんなにも人気があるのかってことについて話したいと思います。この動画かなり長くなりそうだな。さあ、なんでこんなにリサさん人気あるのかっていうと、おそらく、可愛くてかっこいいからですね。めっちゃ抽象的だな。まあ他にもいろんな要素があるんですが、やはり楽曲からも感じ取れるように、可愛くてかっこいいんですね。でもあながち間違ってはないと思うな。そうなんですよね。アーティストさんって普通は何々系、とかって感じで分類できるんですが、リサさんの場合、ちょっとよくわかんないんですよね。というのも、ポップ系の楽曲からロック系な楽曲まで幅広くできちゃうので、もうジャンルが固定できないんですよね。頑張って無理やり分類するなら、おそらく、リサってジャンルなんだと思います。それ日本語おかしいと思うぞ。でもこうしか私は表現できないからしょうがないんですよ。え、なになに、それってただの器用貧乏なんじゃないの？だって、ひどいこと言いますね。でもでも残念でした。ほんと残念無念また来週って感じですね。テニスの王子様かよ。だって、どの属性の曲も素晴らしいんですから当然ですよ。さてですね、リサさんの楽曲を大きく分類分けすると、ポップ、ロック、バラードの3タイプですね。他にも色々あるんだけどな。まあ、まずはポップから、それポケモンだよ。あ、間違えちった。リサさんのポップな曲っていうと、とにかく可愛い、元気が出るって印象がありますね。おすすめ曲だと、ベストデイベストウェイ、ラリーゴーラウンドとかですね。しっかり動画説明欄にリンクが貼ってありますので、絶対見てくださいね。今日は気になった人はどうぞどうぞじゃないんだな。うん、だってこの動画の目的は、リサ注力患者を大量に増やすことなんですからね。さあ、続いて私が一番好きなロック系です。もうね、高まりますよ。やばいんですよ。とにかくやばいんですよ。同じこと2回言ってるぞ。でもね、ライブだとこのやばい楽曲がもっとやばくなるんですよね。話がそれそうなので、ライブの話はまた後で。でねでね、いろいろいいロック系の中でも私のおすすめは、ライジングホークとナウエンドフューチャーですね。とにかくかっこよくて、テンションがぶっ飛ぶ感じが好きなんですよね。ライジングホープの PV のリンクもしっかり貼ってありますよ。そして、ナウエンドフューチャーは公式では見つからなかったので、ソードアートオンラインのめちゃくちゃかっこいいマット動画があったので、そのリンクを貼ってあります。本当はこの動画で流したいんですが、権利の問題とか色々あるので残念です。こればっかりはしょうがないな。はい、そして最後はバラード系。これもものすごくいいんですよね。もう霊夢がいいって言ってるのは伝わりすぎてるから大丈夫だろ。確かに、でねでね、このバラード系だと、私は印って曲が好きなんですよね。ソードアートオンラインのエンディング曲なんですけどね、とにかくいい曲なんですよ。ライブでもほぼ毎回歌われるし、大事な曲なんですよね。というわけで、概要欄にリンクがあるので絶対聞いてくださいね。今回リンクの量めちゃくちゃ多いのに、全部聞けというこのチャンネル主、もはや意地悪だよな。
へへへ、やっぱり時には強引に行かなきゃね。それでね、ちょっとしたニュースなんだけど、最近リサさん新しいシングル発売したんですよね。それ言うの遅すぎだろ。なんでそのタイミングに合わせてこの動画作ったのに、5分も時間かけてんだよ。そればっかりは仕方がない。伝えたい情報量が今回多すぎるせいで、ヒカリナのキャパはもうオーバーしちゃってんだよ。さあ、こっからは発売したばっかの新曲、エンプティーマーメイドについて話しちゃうよ。この楽曲はジャンル的にはロック系だな。そうだね、なんかインタビュー記事とか見てみると、ラウド系って言われることが多いからそんな感じだよ。そしてこの曲は、なんて言うんでしょう、一言で言うと、なんかエッチーです。これぞ表現力の乏しさ。この曲すごく表現するのが難しいんですよね。やっぱり間違って伝わっちゃったら嫌ですし。確かに。なので私からは、ちょっとエッチーくて、めちゃんこかっこよくてゾワーってする曲とだけ言っておきましょうかね。もはや謎すぎるな。というわけでこの曲も概要欄にリンクあります。やっぱり音楽は聴いて、自分で何かを感じるってことが大事だと思うので、絶対聴いてくださいね。そして、やっぱり CD を買うことをおすすめします。CD って結局スマホにデータ移して終わっちゃうことが多いけど、やっぱり CD 屋さんに行って直接、自分でお金を払って購入することが大事だと私は思うんですよね。なんて言うんでしょうかね。データと実物だと愛着の持ちようが違ってくるんですよね。なので私は買った方がその曲を楽しめると思っているので、好きな曲は買ってますね。あ、それと、エンプティーマーメイドのインタビュー記事で、ナタリーさんがすごいいい記事を書かれていたので、それも概要欄に貼っておきますね。というわけでぜひとも新曲を買いましょう。急に宣伝入ってきたな。最初からずっと宣伝動画じゃん。はい、次はリサさんの凄さを語るには絶対に外せない、ライブについてです。と言ってもヒカリナは M ステきっかけでリサさんにハマった人なので、まだ2回しかライブに行ったことないんですよね。ちなみに参戦したライブは、名古屋ワンマンと兄様です。率直な感想といたしましては、びっくりしました。意味わかんないんだけど。いやーね、ほんとびっくりしたんですよ。というのもね、体感的にライブ始まってから終わるまでがカップラーメンを待つ時間よりも短かったんじゃないかなって思えちゃったんですよね。それはないから安心しろ。それでね、ライブ終わってからあらやだびっくり、声が全然出ないんですよ。そして、足も全然動かないんですよ。もうホラーかと思いましたよ。無意識のうちにキャパオーバーなはしゃぎ方してただけだろ。そう、ライブ終わった後は満身創痍だけど、めちゃくちゃ楽しかったことだけ覚えている。リサさんのライブってそんな感じなんですよね。意味わかんなすぎるから解説求む。まずね、ライブに行くじゃないですか。そうするとね、ステージ上にですよ、なんとですよ、リサさんが現れるんですよ。それがライブなんだけどな。もうね、それだけでびっくりしちゃってテンション上がりまくっちゃっておかしくなっちゃうんですよ。でもね、それだけじゃ終わらない。なんたっていつも電車の中でなんとなく聴いていた曲たちが、失敗をもって輝きながらライブハウス内を包み込むんですよ。よくここでそのセリフぶっこんできたな。まあ訳しますと、好きな曲が最高な形で聴けるので楽しいんです。あとですね、これはリサさんのライブの特徴っぽいんですけど、半端なく煽られます。もうヒカリナチャンネルも動画で色々と煽ったりしてること多いんですが、その日ではないほどライブで煽られます。でも、このチャンネルと違って煽りが全然うざったく感じない。てかもっと欲しくなっちゃうんですよね。それ言ってて悲しくなってこないか？いやいや、あとライブで楽しいことって言ったら、リサさんほんと楽しそうに歌うんですよね。もうびっくりするぐらいの笑顔で歌うんです。と言っても全然伝わらないと思うので、これも概要欄にリンク貼っておきます。公式じゃない気もしますが、めちゃくちゃいいライブ映像なので、これも絶対見てほしいです。さあ、そろそろ最後。この長さ久しぶりだよな。短く動画を作ろうとしてたのに、意外と長くなってしまったね。リサさんがこんなにも人気の理由、3点目は、ファンを大切にしてるってことが伝わってくるってことですね。もちろん、ほとんどのアーティストさんがファンを大切にしてるってのは分かってます。でもリサさんは規模がすごいのにもかかわらず、しっかりファンを意識してる感じがするんですよね。確かにツイッターとか見ると、リプ結構返してる気がするよな。そうそう、それに、ブログとか人に向けた文章をほぼ365日毎日更新しています。これ簡単なことに見えて、地味に大変なことだと思います。腰痛でもそうなんですが、毎日更新ってほんと難しいんです。てかヒカリナはできません。頑張っても3日連続で終わったもんな。そうなんですよ。多分ブログは動画ほど時間はかからないとは思うけど、毎日忙しくて疲れてる中、人に向けたブログを書いているってすごいことなんですよね。それに、イベントたくさんあります。あと、ファンを飽きさせないように、何かとワクワクするようなことを仕掛けてきます。もうね、ほんとずるいですよ。ずるいよ、ずるすぎるよ。どんどんハマっちゃうじゃないですか。なんでツンデレやってんだよ。はい、という感じで伝わりましたかね。とりあえず簡潔にだけど言いたいことは言えた感じだよな。でもまだまだって感じなので、足りない思いは動画概要欄に書いておきますかね。そして、多分わかると思うけど、この動画の概要欄はリンクだらけになってると思うので、気になるリンクから色々飛んじゃってくださいな。
この動画でリサさんのことを知るきっかけになってくれたら、すごい嬉しいよな。うん、なのでいろいろ言いたいことはありますが、とりあえず新曲買いましょうか。最初から最後まで宣伝で終わったな。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光菜の新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光菜の他の動画で会いましょう。しただけ。